マスマティカ、マスマティカ、マセマティカはスティーブン・ウルフラムが考案し広く使われている数式処理システム。ウルフラムリサーチのウルフラムが率いる数学者とプログラマのチームが開発し、同社、国内はヒューリンクス等の正規認定販売代理店により販売されている。マスマティカは効果機械を基本として複数のパラダイムをエミュレートする。 プログラミング言語としても協力ある。ウルフラムリサーチの創始者であるスティーブン・ウルフラムと彼のチームは1986年から新たな数式処理システムの開発を開始し、1988年にその最初のバージョンをリリースした。ウルフラムは当初、このシステムをオメガ、後にパリマスと呼んでいたが、当時ネクスト社の社長であったスティーブ・ジョブズに相談したところ、 ダサい名前だと一周され、何か一般的な語をロマンチックに表現したもの、例えばトリニトロンのような名前が良いとして、マスマッティカと名付けられた。歴代のマスマッティカのロゴに使われているのは、スパイキーと呼ばれる三次元多面体で、初代マスマッティカでは、王二重面体、それ以降のバージョンでは、双極二重面体を装飾したものが使われている。 プログラミング言語としてのマスマッティカは、効果機械を基本として、関数型と手続き型の両方をサポートする、マルチパラダイム、プログラミング言語である。マスマッティカは、ウルフラムラが1979年頃に、開発したを起源とし、プログラミング言語、アルゴルリスプ APL、および数式処理システムマキシマの影響を受けている。マスマッティカは C、 C および Java で実装されているが、拡張可能なライブラリーはすべて Wolfram 言語で書かれている。実際、新しいコード Wolfram 言語で書かれたテキストファイルはママティカのパッケージ M ファイルとして追加される。マスマティカには4000以上のコードに洗練された組み込み関数が用意されており、それらをビルディングブロックとして組み合わせていくことで、 簡単にプログラムを作ることができる。システムとしてのマスマティカは、ウォルフラム言語を解釈し、実際に計算を実行するカーネルと、その計算結果を表示するフロントエンドの2つの部分から構成される。カーネルとフロントエンドの間の通信には、マスリンクプロトコルが使われる。マスマティカの最新バージョンは11.3-0-2018年3月リリースで、 様々なコンピュータシステム上で利用可能となっている。マスマッティカには次のような機能がある。システムとしてのマスマッティカはユーザーとの対話を行うフロントエンドと演算を実行するカーネルの2つの部分から構成される。フロントエンドはマスマッティカシステムの GUI を担当する部分で自動構文カラーリング、入力保管、デバッカなどの開発ツールの機能がある。また、 一般的なワードプロセッシング機能の大部分もサポートしている。フロントエンドとカーネルは互いに独立に起動し、マスリンクと呼ばれるプロトコルを使って通信している。実際、マスマッティカを起動した時点では、カーネルは起動しておらず、フロントエンドで最初の計算が実行された時に初めてカーネルが立ち上がる。マスマッティカの標準的なフロントエンドである。 ノートブックは対話型のドキュメントでデータ、数式、テキストコード、演算結果、グラフィックス、表、GUI コンポーネント、アニメーション、音声などを混在させることができる。ノートブックはウルフラムリサーチの共同創始者であるによって設計され、マスマティカ2.0より採用された。一つのノートブックの中でデータの処理から可視化。 さらに文章作成までをシームレスに行えることが、マスマティカの最大の利点の一つである。ノートブックにおいては、ユーザーの入力、テキストとウォルフラムコードやカーネルの演算結果、グラフィックやサウンドも含むは、すべて階層化されたセルに収められ、文章のアウトライン化やセクション分割が容易に行える。ノートブックの中身はすべてウォルフラム言語で記述されており、 それ自体を w ォルフラム言語で生成、修正、解析することが可能である。ノートブックからテックスや XML などの他のフォーマットへの変換は、この機能を用いた公文解析を通じて実現されている。マスマティカ標準のノートブック以外にも、大体のフロントエンドが存在する。2006年にはエクリプスベースの IDE、w ォルフラムワークベンチが登場した。 プロジェクトベースのコード開発ツールとなっており、リビジョン管理、デバッグ、プロファイル、評価などの機能がある。またマスマッティカには、テキスト型インターフェースが同梱されており、ユニックスコマンドラインから直接カーネルを呼び出し、対話することも可能である。マスマッティカには一貫したフレームワークで管理されたデータ群が含まれており、即座に計算に使用できる。それらデータは、 モデル評価などの目的でプログラムから使用でき、ウルフラームリサーチにあるデータサーバに自動アクセスして最新データに更新できる。株価や気象などのデータはリアルタイムに配信される。計算可能なデータには次のようなものがある。1999年のバージョン4でパックアレイ、2003年のバージョン5で素行列を導入し、GNU マルチ。 プリシジョンライブラリを採用して、高精度演算が可能となり、高性能計算向け機能が拡張された。バージョン5.2では、マルチコアコンピュータ上で動作する際に、自動的にマルチスレッド化する機能を追加した。このバージョンから CPU ごとに最適化されたライブラリを採用している。また、などのサードパーティ製高速化ハードウェアがマスマッティカをサポートしている。 2002年、一種混在型クラスターやマルチプロセッサシステムでのユーザーレベルの並列計算を可能にするをリリース。2008年には、並列計算技術は通常のマスマッティカライセンスに含まれるになり、マイクロソフトコンピュートクラスターサーバーをサポートするようになった。2010年からクダおよ及びオパンクル対応の GPU ハードウェアをサポート。また、バージョン8では、 C 言語コードを生成でき、Intel C コンパイラや Visual Studio 2010のコンパイラで動的にコンパイできる。マスリンクプロトコルは、マスマッティカのカーネルとフロントエンド間の通信だけで、なく、任意のアプリケーションとカーネルとの通信にも使われる。マスマッティカは豊富な機能を備えているが、他のプログラムの機能を利用したり、古いコードにアクセスするために、 いくつかのインターフェースが開発されてきた。ウルフラムリサーチは、マスマッティカカーネルとのマスリンクによる通信を行うアプリケーション開発者向けに C 言語での開発キットを無料で配布している。J、リンクとネット、リンクは、それぞれマスリンクをベースにした Java およびネット用のコンポーネントである。J、リンクを使うと、 Java プログラムから Mathematica ママに計算を依頼することができ、Mathematica ママプログラムが Java のクラスをロードし、Java オブジェクトを操作したりメソッドを呼び出したりできる。そうすると、例えば Mathematica ママから Java の GUI を構築できる。同様に、ネット、リンクを使えば、ネットプログラムと同様のことが可能になる。DataPaceLink は SQL データベースを扱うためのツールキットで、 JDBC 接続と ODBC 接続をサポートしている。リンクは統計解析向けプログラミング言語 R と更新し、マスマッティカないから R の項を実行するもので、バージョン9から正式にサポートされた。その他にマスマッティカと接続できるプログラミング言語としては、ハスケル、アップルスクリプト、ラケット、ビジュアルベーシック、バイソン、クロジャーがある。 数学関係のソフトウェアでは、o p e n o f, f i c e o r g microsoft.excel、mattlab、singular、origin Sing に接続可能である。マスマッティカは、リアルタイムのデータストリームを受け付けることもでき、デイブベ、金融関係用、g p i ブ、usb、シリアル接続などの方法がある。HID デバイスからの入力を自動的に、 検出して読み込むこともできる。最近では、レゴマインドストームで作ったロボットを、Bluetooth 通信を介して操作する試みも、なされている。2014年1月6日、ウルフラムリサーチは、ウォルフラム言語と、外部装置の接続利用促進に向けた、プロジェクトウォルフラムコネクテッドディバイスプロジェクトを、立ち上げた。 マスマッティカで書かれたアプリケーションを配布するための手段がいくつか用意されている。マスマッティカのコードは新言語のコードに変換したり DLL を自動生成することも可能である。また、閲覧に限ったファイルの共有には HTML や Latex 書式での出力が便利である。数式は m a s m l に変換することで他のソフトウェアとやり取りできる。 マスマッティカ10は、Microsoft Windows、Vista 7.8,Max 10.6から10.10 10,、Linux の各種バージョンで動作する。どのプラットフォームも 64bit 版をサポートしている。過去にサポートしていた OS としては、NEXT STEP、Solaris, X, Convex, HP, UX, Elix, MS-DOS, OS, 2 Ult rix,、Ultrix, Windows Me, Windows XP などがある。マスマティカはプロプライエタリなシステムであり、設定価格は比較的高めである。日本での商用版シングルユーザーライセンスの販売価格は423,500円で、これには並列計算用の追加のカーネル、1年間のプレミアサービス、家庭での利用を許可するライセンス、Wolfram Lightweight Grid Manager、Wolfram Workbench、 ウェブマシュマッティカアマチュアエディションのライセンスが含まれる。一方で、政府機関、非営利組織、教育機関、学生、家庭用に向けては低価格を設定している。例えば、学生向けの製品、内容は、正規品と同じは、正規価格の5%程度で購入できる。教育機関向けライセンスで契約した場合、学生は、家庭でもマズマッティカを利用可能である。 指定された数のマスマッティカをネットワーク上で同時に起動できるネットワークライセンスも用意されている。マスマッティカの価格設定は地域によっても大きく異なる。米国においては商用版2745ドル、学生版140ドル、日本では25000円、家庭版295ドル、日本では67000円となっている。日米での価格差は電話対応を含め、 国内宛に日本語で問い合わせができる点や、日本語技術サポート、優勝セミナーの半額割引、一部代理店のみ、等のサービスの差によを生じている。2013年11月21日、ウルフラムリサーチとラズベリーパイ財団は、すべてのラズベリーパイに、ウルフラム言語とマスマティカ10のパイロット版を無料でバンドルすることを発表した。これにより、 ラズベリーパイの計算速度の問題は残るものの、マスマッティカの全機能を実質25ドル、ラズベリーパイモデル A のボード1枚の価格で利用できることになった。マスマッティカがコンピュータに無料でバンドルされるのは、1988年の NEXT 以来25年ぶり2度目の出来事である。2014年1月6日、ウルフラムリサーチとインテルは、 2014年夏頃に発売予定の SD カードサイズコンピュータインテルエディソンにウォルフラム言語とマスマッティカを標準搭載すると発表したウルフラムリサーチからリリースされたマスマッティカのバージョンは以下の通り方程式 E イコール X2 において X イコールマイナス1を開始点としてその値を数値的に求める次の例では インデックスの原点を0とする66の行列で、i、j 番目のエントリーの値が i 値であり、0のエントリーを1に置き換えたものの行列式を求めている。そのような行列式は0である。一般的なプログラミング言語と大きく異なる点として、マスマティカでは、リストのインデックスが1から始まることに注意が必要である。マスマティカは、マルチパラダイム。 プログラミング言語であり、一つの問題に対して複数のアプローチを取ることが可能である。ここでは簡単な例として、最大公約数 GCD のテーブルを作る問題を考える。ここで 1X5、1Y5 とする。これには少なくとも次の4つのアプローチが考えられる。1、関数型のアプローチ。このアプローチは表現が抽象的ではあるが、 組み込み関数の性能を十分に引き出しており、簡潔で計算速度も速い。アレイは引数として任意の関数を許容する。名前があるかどうかを問わないので、スロット N を使って、アンドの後に対応する関数を記述することができる。したがって、上記の関数はアレイ、GCD、1、2、アンド、5、5とも記述できるが、マスマティカではそれを 上記のよよううにに省略してても良いいなっている。2.APL 的なアプローチ。ここで、アウターとレンジはそれぞれ APL の外積演算子と与太演算子に対応している。アウターも、アレイと同様、引数として任意の関数を許容する。3. テーブルを使うアプローチ。テーブルは、任意の次元の表を作るのに使われる、標準的な関数である。このアプローチは、 GCD の取る引数が明示的で直感的に理解しやすい。反面、上記1.2に比べると計算速度で若干劣る。4. 手続き型のアプローチ。これは C 言語やフォートランなどで馴染み深いアプローチである。しかし、組み込み関数を使った場合、上記1から3に比べると高度が上調である。また、手続き型のアプローチは、 計算速度が遅く、ボトルネックになりやすいので注意が必要である。以上の例で見たように、マスマッティカプログラミングにおいては、組み込み関数を最大限に利用することが非常に重要である。マスマッティカの組み込み関数を有効に使うことで、問題を簡潔に表現することができる。また、マスマッティカの組み込み関数は、適切なアルゴリズムを用い、コードに最適化され、 かつ C 言語で実装されているため、同じ機能を持つユーザー定義関数に比べて、計算速度が圧倒的に速い。マスマッティカは、すべては式であるという思想のもとに設計されている。ここで言う、式とは、アトムと関数である。マスマッティカにおいて、数式、リストグラフィックスを含むすべてのオブジェクトは、ヘッド、E、E という共通の基本構造を持つ。 そして、この構造はイデコにできる。つまり、いいやいいもまたこの構造を持てる。従って、どんなに複雑なオブジェクトでも、この基本構造とその再帰的な繰り返しで表現できる。例えば、X4 プラス1という式を入力すると、出力は以下のように表示される。フルフォームを使うと、この式の完全形、マスマティカにおける内部表現を見られる。 上記の例では、プラスがヘッドであり、パワー、X4 が入れ子になっている。X のような記号も実はシンボル、X という構造を持っている。リストもリストをヘッドとする同様の構造である。例えば、X4 プラス1と1、X4 という2つの表現は、外見は全く異なるが、完全型で見れば、ヘッドがプラスかリストかの違いしかない。 この基本構造により、リストとは無関係の普通の式をリスト演算子で処理できる。逆も同様でリストを普通の式のように扱える。ここでアプライは第2引数のヘッドを第1引数で指定されたものに置換する関数である。また、マップは関数型言語によく見られる公開関数マップである。マスマッティカでは数学的オブジェクトが リスト構造と等価であるため、組み込み関数のいくつかはスレッディング可能であり、特に指定しなくてもリスト上の各要素にマップされるときにルチスレッド化される。実際、アプライは次のような場合にマルチスレッド化される。第3引数1により、アプライによって置換するのがリストの最初のレベルであることが指定され、これは前述の例と等価である。 出版順に並べる。年、月、日が不明なものは、それぞれ明らかなものよりも前側に置くことにする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。